され1969年まで存続したフランスの主義政党である。正式な党名は労働インターナショナルフランス支部。1969年決闘の現在のフランス社会党の直接の前身であり、現社会党を特別する際には旧社会党もしくはスフヨの略称で呼ばれる。また、フランス社会党は通称であり、正式な名称は 共同インターナショナルフランス支部である。さらにそれぞれ、社会党を名乗る二つの社会主義政党が統一して、決闘されたという事情から、旧来の二政党を特別して、統一社会党と称する場合もある。ジュール・ゲード、スフィオ初期の左派指導者、フランスの参戦に協力する姿勢をとった。フランスにおける、社会主義政党の歴史は、 第三共和制が樹立された19世紀後半にまで遡る。1880年、ジュール・ゲイドラによって労働党が結成されたのを講師として、ボールブルスラによるフランス社会主義労働者連盟、ジャン・アルマーヌラによる革命的社会主義労働党、エド・アル・バイアンラによる革命的社会党などが次々と結成された。これに加えて、ジャン・ジョレスラの会議員が 独立派社会主義者として活動しており、社会主義者は大まかに以上のご潮流に分かれて対立、構想していた。このことは一方で、労働総同盟を中心とする労働運動の政党離れと労働運動におけるアナキスト及びサンディカリストの影響力拡大という結果を生んだ。1896年には社会主義者系の国会議員団により、 共同綱領が作成され、1898年には、社会主義相互協力委員会が結成され、社会主義者の大同団結の機運が高まった。しかし、ここで彼らは、無所属の社会主義者、アレクサンドル・ミルランの入閣問題に直面する。すなわちミルランは1899年、保守派のアルデックル総内閣に少将として入閣したが、 これを支持するか否かをめぐって、フランスの社会主義者は完全に二分されたのである。ポフ及び PSR が入閣に反対したのに対し、FTS 界パスは独立派は入閣を支持して両者は激しく対立。このため、入閣反対派は1901年芸道を中心に、フランス国社会党として入閣支持派は翌1902年ジョレスを中心に、 フランス社会党として統合された。ジャン・ジョレス、スフィオ創立初期の指導者、恩恵な社会主義者であると同時に、熱烈な反戦派であった。PSD 会 PSF の2党が加盟する、第2インターナショナルのアムステルダム大会は、闘争の効果を上げるため一つの党にまとまることが、望ましいと決議し、ジョレスもこの動議に従って、両派の対立の原因となっていた、社会主義者による、 閣内、閣外でのブルジョア政権への協力を否定する、声明を行った。これによりに党は、翌1905年合同し、第2インターナショナルフランス支部としての、フランス社会党が成立、前年1904年に、ジョレスによって創刊された、リュマニテは、党の機関紙となった。スフィオは、マルクス主義の原則を受け入れて、改良の党ではなく、階級闘争及び、 革命の党であることを宣言し、多数派となったゲード派が優位を占めたように見えたが、実際に主導権を握ったのは、改良主義路線を取るジョレス派であった。1908年のトゥールーズと大会では、革命化改良化をテーマに激しい論戦が交わされ、左のゲード派やバイアン派、革命的サンディカリストたちに配慮し、プロレタリア解放のための権力掌握、ゼネストにおける、 武装、反乱に頼る権利などを確認すると同時に、改良と組合運動、議会闘争など合法運動の重要性を謳い、以後、ジョレスの改良路線が党内で定着していった。しかし革命的サンディカリストに支配される、労働運動との関係は改善されず、スフィオは、より広範な市民層の間で支持を拡大し、第一次世界大戦直前には会員200名に及ぶ。 議席を有する大政党となった。また当時迫りつつあった世界戦争の危機に際してジョレスは戦争は資本主義にその根源を求められるがプロレタリアートの力によって防止することが可能であると考え、それを第2インターナショナルの運動の力によって実現しようとした。1907年の第2インターシュットガルト大会では彼によって反戦の動議が提出され、 万丈一致で可決された。しかしこの問題についてもスフィオ内部では微妙な温度差があり、ゲイドなどの左派は国際主義を掲げつつも戦争が資本主義の問題である以上、戦争よりも資本主義に対する戦いを重視すべきであると主張した。開戦直前の1914年7月14日、ジョレスはバイアンと共にスフィオ全国大会で、 戦争阻止のための労働者の国際的ゼネストを行う動義を提出して可決されたが、その直後の7月31日、国家主義者に狙撃され死去した。これにより党は一気に戦争協力へと傾き、8月3日のフランスによる対ドイツ戦線復刻とともに、スフィオ議員団は一致して、戦時予算、戒厳令などに賛成して、戦争協力のための申請同盟に参加。 同月末ゲードラ党幹部も戦時内閣に入閣した。レオンブルーム、1920年の共産党分裂後の党政の復活に尽力し、その後人民戦線政権の主犯となった中期のスフィを指導者。対戦末期になると戦争協力に対する党内外からの批判が強くなり、また、ロシア革命による社会主義国家樹立も影響して1918年には、 反戦少数派のフロッサールが初期長に選ばれた。さらに、社会主義の脅威を煽るクレマンソーの戦術により、大戦終結後の1919 19年総選挙スフィオは、大敗、下院の議席を68に激減させた。これらの結果、党内ではコミンテルンを支持する左派が力を拡大し、翌1920年12月のトゥール党大会において、 同年のコミンテルン第2回大会に参加した、フロッサール及びマルセルカシャンが、主導権を掌握してコミンテルンへの加盟を決議、同盟を共産主義インターナショナルフランス支部と解消した。この時、ジョレスの伝統を継承し、コミンテルンへの加盟に反対したレオン・ブルム、ポール・ホールら少数派の社会民主主義者は、 スフィオの名称を維持し、社会党の組織を守ったが、分裂の結果党員は2万に激減した。しかし、それ以後の共産党の伸び悩みに比してスフィオは、党勢を次第に回復し、1932年には、党員13万7千、会員議席129を有する大政党になった。スフィオは当初は、共産党と対立しつつ、求新社会党の政権に、 格外から協力することもあった一方で、ゲード派を継承する極左派やナチスの影響を受けたマルセルデアラのネオソシアリストを排除しつつ、中道の立場を守った。その後、共産党が社会ファシズム論を捨てて、スフィオとの協調に転じたため、1934年、労働総同盟の呼びかけによる統一デモをきっかけに、社協両党の統一戦線が成立。 さらに求心社会党も巻き込む人民戦線運動が展開された。1936年4月から5月の総選挙で、スフィオは第一党となり、党首ブルムを主犯とする人民戦線内閣が樹立され、ニューディール的な購買力理論に基づく銀行国有化政策などの強行対策を進めたが、スペイン内戦への対応などをめぐる政権内部の対立を背景に、 翌1937年6月に崩壊した。1940年夏のナチスドイツへの敗北で、党は再び分裂したが、それはペタン元帥によるビシー政府受立への対応をめぐるものであり、コールラスフィオ所属国会議員の多数がペタンへの全権委任に賛成票を投じたのに対し、37名の少数派議員は反対投票を行い、対独抵抗を主張していたブルムは、 ビシー政府に逮捕された。そして、ドイツによる占領中、多くの党員は自由、フランスなどのレジスタンス運動に参加した大な貢献をなした。ギーモレ、第四共和制、ドゴール大制期のスフィオを指導。ナチスドイツからの解放後、1945年に行われた総選挙でスフィオは142議席を獲得し、人民共和運動。 共産党に次ぐ第3党の地位を占め、フランス共和国臨時政府で上記3党による連立政権を実現するとともに第4共和国憲法の制定に大きな役割を果たした。しかし第4共和政治立後の1947年に発足したスフィオのラマディエ政権はゼネストをめぐって共産党と対立指導党の閣僚を罷免、続いて大学問題をめぐって MRP とも決裂したため、三党体制は崩壊し、ラマゲエ政権は同年のうちに当格に追い込まれた。その後スフィオは、旧新党、民主社会主義公選同盟、社会共和派と共和戦線を結成、議会内の第三勢力を形成し、存在感を保った。これを背景に1956年1月、議員漏れ政権が成立。 第4共和制では最も安定した社会党政権となった。しかし、同政権はスエズ戦争やアルジェリア独立戦争に直面して失点を重ね、これらの問題をめぐって党内にも深刻な対立が生じた。アルジェでの反乱をきっかけに政界に復帰したドゴールが1958年主犯として組閣すると、翌1959年スフィオは、 国務省の議員漏れを入閣させ、第五共和国憲法の制定にも協力したが、このような党主流派の政策に不満なデプルーラは、離党し、独立社会党を結成した。しかし、スフィオ自体は、第五共和制発足後、急速に、反、ドゴールに傾きげや、旧進党などとともに、民主社会最翼連盟を結成。FGDS は1965年の、 大統領選挙で共産党と共にフランスはミッテラン候補を押し当選には至らなかったものの第2回投票で当選者ドゴールの得票率55%に対して45%を獲得する前線を果たした。そして1967年の総選挙では社協提携が功を奏してスフィオは116名の議席を有する野党第一、党の地位を占めた。しかし 翌1968年、ドゴール体制に対する責年の大衆の不満を背景に5月革命が爆発すると状況は一変する。この時期社協などの左翼陣営は長期的ビジョンを書いており有利な情勢を切り開くことができず、直後の6月総選挙では体制危機の名のもとに結束したドゴール派の反撃にあって予想外の大敗を喫する失態を演じた。 こうした状況のもと、スフィオ内部では、従来の社会党を解消し、FGDS を解組して新たな社会党の結成に向かうべきであるとの議論が高まり、同年12月のスフィオピュート大会で、新党結成のための諸原則の宣言が採択された。スフィオ主流派である、ギーモレ派は、FGDS を構成するサバリ派すなわち、左翼革新クラブ連合と共にいち早く、 新社会党の設立大会を開催、これを基盤に FGDS 加盟のポプラン派も参加する1969年7月の石井レムリノー大会における主導権を握ろうとした。この間、6月の大統領選挙でスフィオ候補ガストン・ド・フェールはわずか5%しか得票することができないまま大敗した。その直後の石井レムリノ大会はサバリを第一初期に選出するとともに 初期長、ギー・モレの退陣を決定。これにより、スフィオ・ユー・シグ・ユグックスは、新たな社会党へと統合、移行した。残るミッテラン派との合同は、新党成立後の1971年6月のエピネ大会まで持ち越されることになった。中古民テルニへの加盟に賛同し、脱党した、サハにより決闘。1911年からスフィオの帰還紙であったが、 1920年からフランス共産党の機関紙となる。口述の通り、1920年決闘のフランス共産党の母体でもある。同盟の党としては、スフィオから分裂した独立社会党と社会主義左翼連合が合同して1960年に結成された政党がある。フランソワ・ミッテランを中心とする政党。ジャック・シャバ・デルマスを中心とするドゴール派の政党。 出展 ABC、フランス社会党、フランス社会党部、パルティソシオリステ、コトバンク、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、2019年7月26日閲覧。ABCDE、フランス社会党、フランス社会党、コトバンク、百科事典マイペディア、2019年7月26日閲覧。AB、フランス社会党、フランス社会党、 パルティソショリステ・フランセ、フランス語。コトバンク。日本大百科全書。2019年7月26日閲覧。ABC、セクションフランセーズデール、インターナショナル・ボリーター・スフィオ、フランスパリティック。france-politique.fr。2019年7月26日閲覧。ABC、フランス社会党。フランス社会党。 パルティソショリステフランセ、コトバンク、世界大百科事典、第2版、2019年7月26日閲覧。ユマニテ、コトバンク、百科事典マイペディア、2019年7月26日閲覧。ありがとうございます。